世界史小ネタシリーズ、世界最古の大学。皆さん、世界最古の大学ってどっか知ってますか？そう、それはイタリアのボローニャ大学。1088年創立とされ、今でもしっかり残ってる大学で、法学、哲学、数学などといった、まあ、昔ながらの学部もある一方、エンジニアリング学部やスポーツサイエンス学部など現代的学問も学べます。ちなみに2023年の世界大学ランキングでは167位という結果で、これはイタリアの中で2位で、参考までに日本の大学と比較すると北大と慶応の間ぐらいらしいです。まあ、これだけ歴史があると OB の中でも著名人は数多くいて、まあ、例えば地上説を唱えた天文学者のコペルニクス、新曲で有名な詩人ダンテ、グレゴリオ暦を採用したローマ教皇グレゴリウス13世などなどなど、まあ、彼らの後輩になってみたい方や世界最高を感じてみたい高校生は進学先にご検討をしてみてはいかがでしょうか。アレクサンドロス大王の墓。アレクサンドロス大王の墓の所在は現在も分かってません。崇拝者だったプトレマイオスが亡き大王の死体をエジプトに持っていきミイラにしたっていう説や、あまりにも墓を訪れる人が多かったのでローマ皇帝が封鎖してしまい、それ以来場所が不明になった説。さすがの世界中で大人気の大王というだけあって、いろいろな説が飛び交ってます。いい意味でも悪い意味でも、あまたの人間に大きな影響を及ぼしたアレクサンドロス大王、その魂は墓などなくともいつでもみんなの心の中にあるのかもしれませんね。クルド人の英雄。クルド人問題、日本でも無視できないレベルにまでなっていますね。そんなクルド人の英雄はイスラーム世界の英雄でもあるサラディンです。クルド人は今でこそ少数民族として迫害に遭い大変な思いをしていますが、サラディンが築いたアイユブ朝時代では逆に中東エジプトあたりでだいぶブイブイ言っていたわけですよ。ちなみに高アイユブ朝こと埼玉県川口市のクルド人はというと、川口市に彼らが集まってきたのは実は30年ほど前、平成初期90年代初頭ってことなんで、クルド人問題は最近の話かと思ったら、意外とそこら辺の日本の若者より日本歴長い人もいるのかも。トラファルガー海戦中のいらぬ混乱。トラファルガーの海戦といえば、イギリスがナポレオンを打ち負かしたで有名な戦いですが、そのイギリス海軍を率いたネルソン提督は、ナポレオンという強敵を相手に戦う軍を鼓舞するため、英国は各員がその義務を尽くすことを期待するっていう、戦略的に何も意味のないメッセージを戦闘中に出したことでも有名です。まあ、しかし、当時は当然無線などがあるわけでもなく、このメッセージは旗を使った信号文によって現場へと伝えられることになります。当然海兵たちはすでに必死な状態にも変わらず、信号を読み解くのに時間がかかり、なおかつ信号内容もその場からしたら意味不明であったってこともあって、逆に現場が混乱したのは言うまでもない。雷帝イヴァン4世の失恋。雷帝として知られるモスクワ公国イヴァン4世ですが、あまりの恐怖政治っぷりと強硬外交により国内外に敵が増えすぎてしまい、さすがにこれは四面楚歌すぎるってことで、突如イングランドに助けを求めて当時の国王であるエリザベス1世に求婚しています。あまりの突拍子のなさに最初イングランド側は、まあ冗談だよなということで、まあ、何か返事をするわけでもなく、この求婚を一旦無視します。でもイヴァン4世はしつこく2度目の連絡をよこしたので、さすがにイングランド側も本気であることを理解しましたが、しかしエリザベスは諸女王の名の通り身持ちが固く、またイングランド王家としてもわざわざ田舎のモスクワ公と婚姻関係となるメリットは全くなく、これは当然振られることとなり、その後イヴァン4世はエリザベスのことを何も知らない女と言いながら涙で枕を濡らしたとか濡らさなかったとか。ポロの起源。ポロとは馬に乗って行う団体球技の一種ですが、その選手のシルエットといえば、そうアメリカ発祥の人気ファッションブランドラルフローレンですね。そのイメージからポロは西洋起源のイメージがあるかもですが、実は発祥の地は紀元前6世紀のペルシャです。その後ポロはアジア方面で広まり、やがてインドを植民地としたイギリスがそこで出会って、そこから西洋でもポロが広まっていくことになります。ちなみにポロは中国世界にも伝わっていて、楊貴妃とラブラブだった唐の皇帝玄宗も実はポロの超名手だったらしいです。実は日本にも一般社団法人ポロ協会がありますので、興味ある方はそちらにコンタクトしてみてはどうでしょうか。古代ローマ兵の幽霊。イギリスのヨーク市は歴代ローマ皇帝がブリタニア遠征時に宮廷を構えたことで有名な都市です。そのおかげかどうかわかりませんが、ヨーク市内のトレジャラーズハウスっていう建物ではなんとローマ兵の幽霊が出るらしい。ちなみに幽霊としての寿命が一番長いってことでギネスブックにも載ってるみたいです。
ローマがブリタニアを属州にするのに成功したのは43年のクラウディウス帝の時代なんで、まあ、もうちょっと寿命が長そうな幽霊も世界のどっか探せばいそうな気がしますけどね。ちなみに帝政ローマシリーズでクラウディウスについても取り上げてますんで、気になる方は見てみてください。マルコポーロの真相。ベネチア商人マルコポーロ、東方見聞録をまとめ、現皇帝クビライにも仕えたほどのアジア通として知られていますが、実は驚くべきことに現側の文献にはマルコは一切登場しません。東方見聞録も本人の口述を知り合いの書説がまとめたものに過ぎず、一般的によく知られているような中国とマルコポーロに関する大部分の記録は改変された説があります。中国の皇帝に仕える西洋人っていう図はロマンの塊であるんですが、真相は果たしてアラジンは中国人。千夜一夜物語でとりわけな有名な話とされるアラジンと魔法のランプ、この主人公アラジンは実は中国人。ちなみに舞台も中国。物語の冒頭はこのように始まります。その昔、中国に貧乏な仕立て屋がいました。彼にはアラジンという息子がいました。実は物語が成立した旧石頃はすでにアラビア世界と中国で交易があって、中国商業地には多くのアラビア人がいたみたいなんですね。千夜一夜物語自体はアラビア発祥のもので間違いないですが、ことアラジンと魔法のランプという話になると、中国が舞台っていうのはこういう経緯があったからなんですかね。ちなみに物語の中には地名の記載はありませんが、研究者の間では福建省泉州っていう説が濃厚で、ちなみにアラジンと魔法のランプ自体は実はアラビア語の千夜一夜物語の原点にはなく、千夜一夜物語の一部の話であるかのごとく擬態し、そして時代が経つにつれ話が修正されていった千夜一夜物語の同人ストーリーらしいです。まあ、ディズニーのおかげでこのアラジンと魔法のランプがまるでアラビアンナイトの代表作のように有名になってしまってますが、まあ、ここら辺の推移はちょっと複雑でややこしいので、気になる人は自分で調べてみてください。遠征街の秘密。秦滅亡の動乱に合わせて中華民国の大統領となり、そして皇帝という高みを目指した男、遠征街。そんな遠征街は Google で入力すると検索候補に可愛いが出ます。ということで、世界史小ネタシリーズは以上となります。何か紹介したい小ネタがあれば、概要欄のお便りフォームからどしどしご応募ください。なお、今回の小ネタたちは参考文献などなく、個人的興味と偏見から抽出しただいぶ適当なもんなんで、内容についての責任は一切取りません。真偽を確かめたい方は自分たちで調べてつかみ取れ。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。